なあ、お前、南さんと結婚するって本当かああ、本当だよ。悪いなあ、今まで付き合ってること隠してて。周りに気を使わせるかもしれないって思って、結婚することも黙ってるつもりだったんだけど、誰かが式場のパンフレットを持って歩く俺たちの姿を見かけたらしくて。へえ、苦しい言い訳だなえお前、会社一の美人と結婚することになって、自慢したくて仕方なかったんだろう。 それを誰かに噂を広められたってことにするなんて、本当に情けない男だな。谷口、どうしたんだいつもと様子が違うじゃないか。喜んではくれないのか誰が喜ぶかよ。お前みたいな無能の結婚なんて。無、無能そんな風に思ってたのか当たり前だろ。同期として恥ずかしい限りだったぜ。そんなお前が。 あの南さんと結婚だと冗談じゃないぜ。俺は一生懸命仕事やってるつもりだ。それにお前が外回り中にパチンコ打ちに行ってることだって黙っててやってるだろはあ。お前もしかして密告するつもり本当にダセえ男なんだな。いや、別に密告するつもりはないよ。ただ、そんなお前から真面目にやってる俺が無能扱いされるのは納得がいかない。 無能だから無能だって言ってるんだろうが、マジでさ、みなさんはこんな男のどこがいいんだよ。もしかして、みなのことが好きだったのかはあ、そうじゃねえよ。俺は社内婚なんか不純だって言ってんだよ。まあ俺は決してそうじゃないけど、彼女のことを好きだった社員は多いぜ。これから会社でどんな目に遭うか楽しみだな。どういう意味だよ、それ。 そりゃあ嫌がらせを受けることだってあるんじゃないかせいぜい気をつけておいた方がいいかもな。それ、脅しのつもりか脅したりなんかしてねえよ。忠告してやってるだけだろ。お前なんか南さんにふさわしい男じゃないってことは周知の事実だからな。どうせすぐにでも失望されて離婚されるんだから、今のうちに浮かれておけよ。ああ、そうさせてもらうよ。 いやさっきは悪かったな。肩を叩いたりして驚いただろう。いや、驚きましたよ。まさか社長も同じ式場で式を挙げる予定だなんて。それに式の日程も一週間違い。本当にびっくりしました。私も驚いたよ。急に見覚えのある男がいたもんだから、顔を見たら滝本くんだったんだ。本当は結婚することは会社の人間には隠していたんだが、 思わず声をかけてしまった。え隠してらっしゃるんですかどうしていや私はもう50歳を超えてるだろう。なんだか社員のみんなに結婚するって報告するのが気恥ずかしくてな。どうして素敵なことじゃないですか。みんな喜んでくれると思いますよ。まあ、ほら、私は強がって一生独身でいいなんて飲み会で言ってたこともあっただろう。 だからどうしても恥ずかしくてな。できれば会社の人間には言わないでもらえるか。確かに、社長は独身貴族って印象が強かったですからね。わかりました。会社の人間には黙っておきます。でも、どういう心境の変化があって結婚することに決めたんですいや、簡単な話だよ。結婚したいと思える相手と巡り合ったんだ。彼女は同世代で価値観もあってな。 話していて本当に楽しかったんだ。全く年がいもなく浮かれてしまったよ。この歳になってプロポーズをするなんて。年なんて関係ありませんよ。素敵な話じゃないですか。もったいないな。みんなが聞いたらきっと祝福してくれるのに。どうしても恥ずかしいんだ。この式だってごく一部の人間だけ招待して、細々とやるつもりさ。それに社長が結婚するとなると、 みんなもお祝いをあげなきゃとかいろいろ気を使わせるだろう式を終えて、しばらく経って、落ち着いたら話そうと思ってるよ。そうですか。確かにその方がいいかもしれませんね。ってことは、我々はほとんど同時に夫となるわけですよね。お互い良き夫でいられるよ。頑張りましょうね。はっはっは。まさか滝本君と同期になるとはな。滝本君は、 みなみさんと結婚するんだろう。会社中で噂になってるよ。はい、そうなんです。すみません、職場恋愛なんて。ちょっと前の私なら、けしからんと思ったかもな。でも、今の私にはわかるよ。人を好きになる瞬間っていうのは、職場もプライベートも関係ないもんだ。二人の結婚は、社長である私が正式に認めるよ。あ、ありがとうございます 光栄です。とんでもないさ。滝本くんも南さんも誠実で人望に厚い働き者だ。きっといい夫婦になるだろう。そう、そんな。社長にそんなこと言ってもらえるなんて恐縮です。ただ、職場に婚約者がいるからって仕事をおろそかにしちゃいかんぞ。君たち二人はうちの会社の柱のようなものなんだ。本当に感謝しているし、期待もしているんだからな。 ええ、もちろんです。任せてください。じゃ、また会社でな。この件はくれぐれも内密に頼むぞ。もちろんです。それでは、失礼します。おいお前、結婚式は今日だろ悪いけど、てめえみたいな雑魚と、みなみさんを結婚させるわけにはいかないんでね。お前、なんてことしたんだ。 送られてきた写真、もしかしてタキシードかああ、真っ黒焦げなのによく分かったな。お前みたいな無能社員が社内婚なんて生意気なんだよ。タキシード燃やしてやったし、今日の結婚式は中止だな。それ、社長のタキシードだけど。えお前、とんでもないことしたな。一体どうするつもりだよ。いや、ちょっと待て。社長のってどういうことだ だって今日はお前の結婚式だろ俺の結婚式は来週だよ。今日は社長の結婚式なんだ。大体どうして式場の場所が分かったんだいや、会社に式場のパンフレットの忘れ物があったんだ。そこには式の日時もメモしてあったから、てっきりお前のだと思って。ああ、俺と社長は一週間違いで同じ式場で式を挙げることになってたんだよ。まあ偶然そうなっただけだけどな。え 嘘だろじゃあ、これからこの式場に、社長が来るってのかすぐにでも土下座するんだ。それしかないぞ。お前、社長がどんな思いで今日の結婚式に臨んでたか分かってんのかえ。ずっと独身だった社長は、50歳を過ぎて運命の相手に巡り合った。本当に幸せそうだったよ。小さい式にするつもりだから、せめてドレスとタキシードには妥協せず、とことんこだわりたいって。 本当に子供みたいにはしゃいでたんだ。あの社長がな。そんな、大変なことをしちまった。だって、社長が結婚するなんて知らなかったし、お前と同じ式場だなんて思わないだろう。たとえ誤解だったとしても、お前の行為は許されるべきじゃない。もう取り返しがつかないんだ。それに、そのタキシードの値段知ってるか値段って、知るわけないだろなんだよ。 もしかして、五十万とかはあ小さい会社とはいえ、あの人は二十年以上も黒字を出し続けた社長だぞ。人生に一度の結婚式で、こだわりにこだわり抜いたタキシードが、五十万で済むわけがないだろう。はあじゃあ、いくらなんだよ。いや、俺も詳しくはわからないけど、何でもミラノの超高級テーラーまで行ったって話だぜ。 匂いにまでこだわってもらったんだよって、相当嬉しそうでな。匂いにまでって、マジの特注品じゃねえか。なあ、どうしよう。とりあえず、謝っといた方がいいよな。社長来たらもちろん土下座するけど、今のうちに連絡も入れとくわ。あと5分もしたら俺は社長の家に着く。そしたら変わるよ。はお前、社長に会いに行ってるのか俺の口から説明する。 社長の結婚を知ってるのは俺だけなんだ。大変なショックを受けるだろうから、お前なんかに任せられねえよ。く、くそ、最悪だ。谷口君私のタキシードを燃やしたって本当かあ,あ社長。えっ、ー、と、その、まあ、結果的に燃やしてしまったというか、事故みたいなもので、 どの程度燃やしたんだもう修繕は不可能かああいや、どうでしょうね。頑張れば直せるかも。正直に言ってくれ。黒焦げです。どうしようもありません。あの、本当にごめんなさい。社長のだなんて知らなくて。そうか。私のタキシードは黒焦げか。で、妻のドレスは、そっちは無事なのか あ、はい。新婦側の控え室には入っていません。そうか。それならよかった。それだけが心配だったんだ。妻のドレスが無事なら、それでいい。え、ああ、そうなんですかなんだ、てっきり僕は首にされるかと思いましたよ。首に決まってるだろ。何を安心しているんだ。ええー。 まず君は関係者でもないのに式場の控え室に忍び込んでいるんだよな。それは立派な不法侵入だ。それにタキシードを燃やしたのは器物損壊。場合によっては一大事だ。放火罪に問われてもおかしくないんだぞ。い、いや、そんな大げさな。いくら大げさだろうと。犯罪者を我が社に置いておくわけにはいかない。どちらにしろ。 君は社内での評判も悪かった。時間の問題だったよ。そ、そんな。さらに言っておくが、君のおかげで今日の結婚式は中止にせざるを得ない。挙式の費用450万円、請求させてもらう。はい。結婚式を台無しにしたんだから当然ですよね。それにあのタキシード。あれはミラノのテーラーに特注してもらったものだ。総額で。 百八十万円支払っている。タキシード一着で百八十万って一体どんな高級店に行ったんですかそれらを合わせて七百三十万円。弁償をしてもらうぞ。当然だがな。そんな、俺一人で七百三十万なんて払えるわけ。もう嘆くな。顔も見たくないし声も聞きたくない。私のことはいいが。 四季を楽しみにしていた妻のことを悲しませたのは、絶対に許せない。悪いが、この町からも出て行ってくれ。ちょっと待ってください。僕はこの町が地元なんですよ。ここを出てけって言われたら、一体どこに行けばいいんですかおいお前社長に言い返していい立場かよ。な、お前社長は、社長に代わってくれこれ以上社長と話したってどうにもならねえよ。 彼は本気でお前を拒絶してる。それくらいとんでもないことをしたんだ。損害賠償金はきちっと責任を持って払えよ。それに、お前が町から離れてくれないと、みなみが安心できないんだ。えお前一度南に告白して振られてるらしいな。それから、偶然エレベーターが一緒になったり、偶然電車が一緒になったり、偶然帰り道にばったり会ったり、 結構な偶然が続いていたそうじゃんか。ああ,あ、ああ、あくまでも偶然な。ああ、そりゃ偶然だろうな。お前がそんなダサいことするわけないもんな。好きな人の結婚相手のタキシードを燃やして、式を台無しにしてやろうなんて、そんなダサい考えを起こすわけがないよな。あ、ああ、皆のことが好きだって言うなら、彼女の幸せを第一に考えろよ。 彼女が一番喜ぶこと、なんだか教えてやろうか。ああ、教えてくれ。どうすればいいんだ。お前が町から消えることだよ。その後、谷口は社長によって会社を首となり、さらに損害賠償金を請求される形になりました。もともとギャンブル壁があり、大した貯金もなかった彼は、多額の借金を抱えることに、実家に戻ろうとするも、 社長の件や南から振られた件がトラウマとなったらしく、結局地元を出て行ってしまいました。まあ地元ではタキシーどもやしとか、めちゃくちゃ安直なあだ名で呼ばれたりしてたので、離れたくなるのも無理はないかもしれません。社長の結婚式はしばらく経ってから無事に取り行われました。どうせ谷口の件でみんな知ってるしと隠すことをやめた社長は、その日だけ会社を休みにして社員たちを全員呼び、超盛大な式へと変更。 谷口には毅然とした態度をとってはいましたが、やっぱフラストレーション溜まってたんだなぁ。